はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の極限丸3、右側左側をお送りします。で、今回はこの4問やりますので、まずね、ここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ、右側左側という謎のタイトルがついてるんですが、リミットの下の部分が特徴があって、 x がこれマイナス0って書いてるんですよ。これとか3プラス0、1マイナス0みたいな感じになっていて、これが何ぞやっていうところを今回学んでいただけたら幸いです。で、どういうことかっていうと、結局大事なのはこの3とか1なのね。これはまあ0は隠れてるんですけど、0マイナス0みたいな、本当はね、こんな感じで。例えば3ってあるじゃないですか。これは今関数の話をしてるので、じゃあもし二次関数が、まあ、普通にこう原点こうでしょうか。この時 x が3の時に近づけるって話をしますよね。まあ x が3に収束するでしょうと、リミットをかけるとしたら。で、3っていうのは、じゃあここが3だとしたらさ、この部分ですよね。ここは3だと。で、当然3に近づけていくっていうのはさ、こうやって近づけていくんだねっていう話ができるんですけど、関数の場合って数列はさ、ずっと無限大にしていく。こう、まあ一方通行でよかったんですよ。無限大ってこうどんどん増やせばいいから。でもこの場合って、こっちから近づけてくるときとこっちから近づけてくるとき、両方考えられるわけですよ。つまり右側から近づけるときと左側から近づけるときを両方考えれるわけ、やろうと思えば。ただこれを例に挙げてしまうと、いやいや、どっちから近づけてもここじゃんみたいな、変わんねえじゃんみたいな話になってくるんですけど、実は変わるときが出てくると。で、わかりやすい例でいくと、例えば反比例のグラフ、反比例ね。で、x イコール3のところを、まあこうやってね、境目にして考えたときに、まあ反比例でこうなりますよね。もうちょっとこっち適当でいいかな。まあこんな感じしようか。反比例だと思ってください。で、そうすると、x を3に近づけるって、まあこの部分に近づけたいと。まあ反比例なんてくっつくことはないですけど。だから、右側から近づけたときってこうなるじゃないですか、向きとしては。これって、右側から近づけたらプラス無限大なんですよ。どん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 上に上がってくるでしょ。でも左側から近づけたら、これどんどん下がってきますよね、こっち。つまりこれマイナス無限大なんですよ、左側から考えると。だから必ずしも右側と左側が一致しないよっていう、関数の場合はね。で、今そのね、 x イコール3が主役って言いましたけど、プラス0がくっついてるときはこれ右側から考えてねっていう、つまりプラスの方向から来たらどうなってんのっていう。もしこれだったら、プラス0って書いてあればこっちが答えなの。で、リミットの後が3マイナス0になってたら、マイナス方向から近づける、つまり左から近づけるなんで、この時はマイナス無限大ですよっていう、これが意味ね、このリミットの下の部分。ただ毎回関数書いてたら、グラフをね書いてたら時間がなくなってしまうので、まあそんなことはせずにやっていきます。ただこういうことをやってるんだっていうのは頭の中にね、入れといてもらえるとありがたい。では行きましょう。で、このタイプの問題はほぼほぼ絶対値がくっついてきます、こういう感じで。でね、今、まあ、これ0マイナス0なんで、まあ、原点、まあ、x より0か、 y 軸かにマイナス方向から近づけますよと。で、その時大事なのはこの絶対値の中身どうなってんのっていう、そこが大事なので、今これマイナス方向から近づけるからさ、こうやってね、こっちから近づけてくるわけだから、どんなに近づいても0のちょっと手前で止まるから、 x って負の数なんだよね、必ずマイナス方向から来てるから。ってことは絶対値 x は必ず負なので、で、絶対値の中身も負じゃんか。x が負だから。絶対値の中身が負って分かっていれば、これマイナスつけて外すことができます。こうやって絶対値を処理してしまう。そうすれば、もともと与えられてたこの式、リミット x マイナス方向からの0、絶対値 x の、あ、ごめん、x 分の絶対値 x は、ちょっと待ってね。
x 分のマイナス x になる。彼はこれ約分すればマイナス1でしょ。でも x 代入するか どうでもよくても数字になってるからさ。だからもうこれが答えですよっていう。いいか、一問やるのにね、ちょっと説明長くなりましたけど、まあ、こんな感じでやってください。大事なのは絶対値の中身どうなってんのだけでいいからね。で、今回、これは3をプラス方向から近づけてくると。つまり、どんなに近づいてきても、3.1 とか、3.0001 とか、3よりちょっと大きい数になります。プラス方向から来てるからね。つまり、こいつは、3よりは大きいわけ、x は。だから、絶対値の中身の x-3 は必ず正になります。x が3より大きいからね。つまり、こいつプラスで外せるんで、書き方間違った。ごめん。大きいから、絶対 1x-3 は、中身プラスって分かってるんで、そのまんま外せますよって。つまり、絶対1、3、プラス0。こいつが、もう一回外しちゃうか、先にね。こうなると。で、分母の部分は x でくくり出せば、x-3 と、約分したいんですねってもね、もう丸分かりの状態になるので、約分すると x だけが残ります。こうやってね。で、プラス0がくっついてますけど、これはもう無視してもらって3入れちゃって大丈夫です。3だと思って x のとこ入れてしまえばいいから、これの答えは3で OK ですよと。いいかな?こんな感じでやってください。で、次も一緒です。これ1をね、マイナス方向から近づけるので、1よりはちっちゃくなります。マイナスから来てるからね。だから、x は1よりちっちゃいので、絶対値 x-1。こいつが1よりちっちゃいからさ、ま、カッコ、マイナスをつけて外すしかないんで、こうなりますと。入ってるね。OK。で、入るかな。1-0。あ、1行書きますかね。こうなって、マイナスカッコ x-1 と。で、分母のね、こいつが、3乗のでね、因数分解ができるので、x-1、x2 乗、プラス x、プラス1か。よいしょ。で、こうなりますと。で、また約分できますんで、ここ切ってもらって、で、分母が x2 乗、プラス x、プラス1。で、分子にマイナス1が残りますと。で、こうなったら、x イコール1をね、代入してもらって構わないので、下に1を入れると、下が3になると。だから、答えとしては、マイナス3分の1。これが答えになります。入った。ちょっとギリだったな。これで入ってる。あ、OK ね。こんな感じ。でやってください。で、4番なんですけど、こいつはですね、マイナス方向とか指定がないんですよ。ただ単に x を0に近づけるときのこいつ、まあ似てますけどね、まあこれを求めなさいと。で、こういう出題をされた場合は、右側と左側を自分で調べます。両方とも。これは左側から、右側から、左側から指定されてるから構わないんですけど、指定がないんでやっていくと。つまり、まずリミット0に近づけたいから、まあ普通にプラス方向、プラス0とね、やってもらって、で、こうなる。で、これはさっきとほんと同じですね。中身がプラスから来てるので、絶対値もプラスで外せると。つまり、x 分の x だから、こいつ1になります。約分して。プラス方向から来ると、まあ、右側から来ると1になる。じゃあ、左側どうなってんのっていう。x-0。同じく絶対値 x 分の x やっていくと、絶対値の中身が今度マイナス、さっきと同じね、マイナスになるからマイナス x となります。で、こうなって、こうなるんですよ。マイナス1ってね。で、これで何が言えるかっていうと、これ答えとしては、今極限求めるでしょ。よって、これ答え極限はないなんです。これ答えね。
さっきの最初にやった半ピエのグラフもそうなんですけど、右側から来た時と左側から来た時、さっきプラス無限大とマイナス無限大違いましたよね。ああいう風になった時は両方が一致しないので極限はないと言います。こういう出題をされたらね。これがもしこういう感じでプラス方向からと、まあ右からからね、が指定されてれば1なの答えは。左側からのみって指定されてればマイナス1で構わない。ただ、こうなっててゼロにただ近づけるって、自分で右側左側調べてねって言われた時に、一致しなかったら極限はないとなります。もちろん、一致してればね、1、1みたいな感じになってれば極限1で構わないんですけど、まあ、出題のされ方として、こういうタイプと、こういうタイプがありますので、ぜひね、両方押さえておいてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。